皆さんこんにちは。鳥取ダンススクールエルンホのアンです。運動不足で体がなまっている人に家でも簡単にできるダンス系有酸素運動を紹介します。立つスペースがあればできますし、ドタバタしないのでマンションでも OK です。今回はヒップフロントをやります。やり方は簡単です。腰を前に出す、リズムに合わせて前に出す、これだけです。それも簡単なんですけども、なので3つだけ、ちょっと気をつけることがあるので3つだけ意識してみてください。まず、リズムに合わせて腰を前に出すのですが、しっかりと往復します。前に出したら次は必ず後ろに引いてください。で、前ばっかりこういう風にならないように前後ろ前後ろと前後にしっかりと往復してください。これが1つ目のポイントです。2つ目のポイントはですね、動く軌跡は直線です。ここの腰が直線的に動くように、そうこうなんかたまにこう緩んでこういう感じの斜めの軌跡になったりしないように真横に動かすようにしてみてください。では3つ目はですね、膝です。膝にこういう風にいかないようにしてください。あくまで腰回りですね、お腹の運動になるのでしっかりとお腹に効かせたいので膝はまっすぐしておいてください。まっすぐしておいてしっかりと往復すると。でこれ膝にいっちゃうとこういう感じになって膝の運動になってしまいますので注意してください。はい、まず、基本の形ですね。基本の形はまっすぐで足もだいたい肩幅ぐらいでつま先もまっすぐ向けてあげてください。で、最初基本の形はこうです。でこれをベースにしていろいろバリエーションがあります。でもちろんこれだけでもいいんですけれども、だんだんやっぱりね飽きてくるのでバリエーションはいくつかあった方がいいと思います。でちょっと難しいのもあるので難しいのは最初はほっといてもらってできるやつからやってみてください。はい、ではまず、バリエーションですね。まずですね、体重移動をしていきます。体重移動です。体重移動。で、体重移動をしながらさっきの腰の前の動きです。をやっていきます。例えば、この腰の前をキープしながら、右に体重をかけたり、左に体重をかけたりします。はい。バリエーションもう一つ、横に振っていきます。右斜め前を向いて4回やって、今度は4回左にやっていきます。で、4回が終わったら2回にしていきます。4回よりもですね、2回の方がちょっと難しくなります。で、2回が無理だなと思ったら4回にこうやって自分で戻してもらって構いませんので、まずはできることからやっていきましょう。はい、次はさっきの横のと基本を複合したセンターサイドといきます。前に出して横に出す、前に出して横に出す、センターサイド、センターサイドです。センターサイド、センターサイドです。でこういうふうに動きが複雑になればなるほど後ろですね、往復がおろそかになります。前後ろの後ろがおろそかになるので忘れないように気をつけてください。前後ろ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 というふうにしっかりと往復してください。はい、次です。次は、腰で円を描きます。いいですか。まず基本形で3回1、2、3回します。で3回目で同時に右半分回していきます。1、2、3といきます。でまた真ん中戻って1、2、3です。1、2、3です。1、2、3とで、右もやったら左もいきます。1、2、3、1、2、3、1、2、3です。はい、では最後のバリエーションはちょっと難しいです。アップダウンと言います。この方が分かりやすいので横からいきます。腰前後ろですね。ヒップフロントのリズムをキープしながら上下上下上下です。アップダウンアップダウンとやっていきます。でですね、気をつけることはですね、さっきも言ったんですけども、膝に気をつけてください。上の時はいいんですけども、下の時にどうしても膝の方に力が入りがちになります。ちょっと難しいのですが、下の時もしっかりと腰が動く。前前です前前です。ちょっとこれは難しいので、最初できなかったら、飛ばしていただいても構いません。はい、基本形とそのバリエーションをいくつか紹介しました。ではこれをですね、まとめて、やっていきましょう。3分です。たった3分なので一緒にやりましょう。さあ3分頑張りましょう。いきますよ。はい、では基本形、はい、前後ろです。最初は多分難しいこともあると思うので、できることからやってみてください。3分間ずっと同じでもいいですし、例えば遅いね、スピードでも全然 OK です。慣れてきたら必ずできるようになってきます。でですね、慣れてきたらもうちょっとね、いろんなことを考えるともっと効果が高まってきます。例えば振幅ですね。前に出して後ろに出すという幅を大きくすればもっときつくなってきます。例えばこれぐらいの振幅とこれぐらいの振幅だとやっぱり大きい方がしんどいです。そうすると消費カロリーの方も上がってくると思います。で、2つ目ですね、さらにできるようになってからの2つ目のポイントはですね、腹筋、お腹に力を入れてください。で、反り腰ってあるじゃないですか。こうやって反り腰で、このままやってしまうとあんまり効果がないので、お腹ぐっと締めてください。お尻もちょっと締める感じ、腹筋もちょっと近い感じ。このままの状態で3分間続けると非常にここがしんどいです。きつくなるので、ここに下腹にね、すごい効いてる感じがしてきます。はい、なのでちょっと、意識できるようになってきてからで大丈夫ですので、腹筋とお尻を締めたままやってみてください。で、さらに気をつけるポイント3つ目なんですけども、音楽ですね。音楽よく聴いて、ビートといってこの拍ですね、ズンチャズンチャに合わせると最高です。で、その、音楽に合わせてくるとですね、楽しくなるし、これがですね、ダンスです。ダンスで、最初のうちは音楽ちょっとずれても大丈夫です。で、慣れてくると音楽に乗って動くっていう感覚がつかめてくるので、そうすると楽しくなってきますので、いろんな音楽で、やってみてください。で、曲ですね。曲、どんな曲がいいのって多分、思うと思うんですけども、一応速さが、BPM っていうんですね。1分間にこうズンチャズンチャの回数が何個あるかっていう指標があるんですけれども、だいたい BPM が90から100のものを選んでみてください。といってもなかなかね、そういっても難しいと思うので、僕が、Spotify のプレイリストでまとめてますので、また番組概要欄にリンク貼っておきますので、そちらの方を参考にしてもらうといいと思います。はい、お疲れ様でした。ではですね、運動不足で体がなまっている方のために、家でも簡単にできるダンス系の有酸素運動を紹介しました。まず3分間頑張ってみてください。はい、それではさよなら。